はいどうも、こんちゃくれいです。というわけで今回は先日に続いてこちら無課金アカウントでまたまたねリアルタイム対戦やっていきたいと思うんですけれども、ただリアルタイム対戦をやるだけではなくてちょっと半分ラジオ動画的な感じでいろいろとねお話をしながらリアタイの方やっていきたいなと思います。まあ内容としてはですね、タイトルにもある通りロボット審判がついに導入された件についてという話なんですが、まあちょっと早速ねもう試合の方やっていきたいと思います。はい、まあ、この無課金アカウントもですね、ちょっとリアルタイム対戦の方、大会の方はですね、前回の動画で、まあ、1試合だけね、確かやったと思うんですが、まあ、そこからちょっとですね、何試合かやった時に負けが込んでしまったので、勝率が若干落ちちゃったんですけど、はい、まあ、頑張ってやっていきたいと思います。防御率がちょっと悪くなっちゃいましたね。相手の方は2連勝中ディクソン選手ですね。まあ今回はただリアルタイム対戦がメインというよりかは、なんかこのラジオ部分というかお話の部分が多分ねサムネとかでもメインになってると思うんですけれども、まあ昨今ねこのプロ野球界において言われている判定問題、まあ審判のレベルが落ちてるだとか、まあ、誤審が増えたとかっていうところはね言われたりすることが非常に多いと思います。というのもまあやっぱりなんといってもそのツイッターとか、まあその SNS でですね、まあ昔はそのなんて言ったらいいんだろうな、昔に比べてやっぱり野球中継のその映像というのを見れる場所が増えましたよね。まあ、YouTube でもまああんまりよろしいことではないですけども見れたりもしますし、あとは Twitter でもねそういう切り取り部分をまあ載せてねツイートしたりする方って非常に多いと思うんですよ。まあ僕自身も結構ね、まあ、そういうツイートを見たりもするんですけれども、まあそういった背景もですね、まあこのなんて言ったらいいんだろうな、判定問題を加速させてるというか、まあストライクボールの判定だったりアウトセーフの判定、いやこれ誤審だろうんぬんかんぬんっていうところですね、まあこう見てるファンがですね、まあこう追求する追求できる場面が場所が増えたのかなというふうに思っています。まあその判定問題に対してその審判の AI 化っていうところをね、求める声は今非常に多いというところでございます。その一つとして、まあ、まずメジャーリーグではチャレンジが導入されて、NPB でもリクエストというところが導入されてます。ただそれってあくまでもともと判定したものに対して、機械的なリプレイを、使って検証をして、でそれを最終的に人間が判断するというまあアナログとデジタルの混同みたいな感じのシステムなんですけれども、今回ご紹介するロボット審判、まあ、これがですねアメリカの独立リーグアトランティックリーグっていうところで、昨日7月の10日にですね導入されたものなんですけれども、まあ、そのねアトランティックリーグってそもそもどんなリーグなのかというところをちょっと調べてきたんですけれども、過去ですね在籍した日本人選手、これ一部なんですけれども、元ロッテの渡辺俊介選手、サブマリンですね、サブマリン渡辺俊介選手とか、あとは DeNA とか阪神とかロッテとかで、活躍をされた久保康友選手とか、あとは巨人とか、あと DeNA 横浜とか、あとはこのプロ野球スピリッツエースの、まあ、解説ですねをやられている西俊久さんとか、まあそんなところがですね過去、在籍をされていましたと。いやーこれ超えないか。で、まあ、そのアメリカ独立リーグで、導入されたこのロボット審判、その気になる判定方法ですねがどんなものなのかというところなんですけれども、まず球審審判がですねその iPhone と連携されたイヤホンを装着しております。まあ、僕もこれ写真でしか見てないんですが、写真を見るに多分 AirPods かな、Bluetooth のイヤホンを、利用して、それを装着していると。でそのイヤホンにですねドップラーレーダーを利用したコンピュータシステムによる、判定結果というものが、送信されていて、でそれを球審が、そのイヤホンで受信をすると、でそれに従ってストライクボールの、コールを、まあ、実際にするという形みたいです。これってまあこう文章だけで見たり聞いたりするだけだとなんとなくこうタイムラグが起きそうな感じがしますが、まあ、その記事によると、まあ、そこの遅延というか、判定遅れっていうところはなかったというところみたいです。まあこのコールのタイミングもなんか日本でもそうなんですけれども、審判によってなんかタイミング違ったりするじゃないですか。まあ結構コールが遅い審判って嫌われがちだと思うんですけど、まあ日本のね、球審の方にもまあコールの遅いタイプの球審の方もまあいらっしゃるので、まあその辺も人それぞれいろいろありますが、まあ一般的に見て、特に問題はないスピード感だったというところみたいです。で、まあ、この気になるロボット審判、現時点でできることとできないことが、ありまして、まあ、まずできることとしてはストライクボールの判定、まあ、これができるんですよね。ただストライクゾーンの通過後にワンバウンドしたボールに関しては今まだ AI よりも人間の方が強いという形みたいです。なので、まあ、そこの判定は、まあ、ちょっと正しくないものが出るパターンもあると。あとは、ハーフスイング、チェックスイングですねに関しては、判定がまだ不可能と。いやーやばい、ゲッツーから
というところみたいです。はい、なのでまあもちろんね、まあこれに関してはもちろんこっからまあ進化していくものなのかなというふうには思うんですけれども、まあ今の現段階ではストライクボールの判定というところのみが、この AI 審判、ロボット審判ではできるというところみたいです。だーダメだ。いやこれね、今回ちょっとある意味初挑戦なんですけど、リアタイしながらこんだけがっつり話すって難しいですね。でまあこのロボット審判についてメジャーリーグ機構のモーガンソードという方がですね、まあコメントを出されてるみたいなんですけども、このアイデアの焦点の一つはロボット審判が人間にとって変わるものではないということと、まあそもそもこのロボット審判も結局は判定はまあ、実際の人間がですね、実際の声でコールをするというシステムに関しては、まあ、当然やっぱり人間の審判、生身の審判というところが必要だというところですし、あとは、まあ、そうだな、審判ってもちろんボールストライクの判定、球審ってボールストライクの判定はもちろんなんですけれども、それ以外にもですね、まあ、やってる重要な役割、結構見えてない部分というか、あんまりこう目立つ部分ではないですけども、例えば、まあ、ピッチャーがボールを変えたいと、例えば、まあ、ピッチャーのボール交換ですよね。まあ、そこに関しても、まあ、それに関しても球審がやってる仕事で、もちろんそれを遡っていくとボールボーイがね、持ってってくれたりとか、そういうところまで行ってしまうとまたちょっと違う話になるんですけれども、まあ、キャッチャーの後ろに審判がいるからこそそうやってねボールの交換ができるわけなので、まあ、そうやって考えていくとやっぱり人間の審判っていうところは、おっとここで失投が来て小林選手さよなら。ちょっと試合に関してはまさかの幕切れになりましたけれども、ちょっと申し上げますか、まさかの展開すぎたので申し上げましょう。はい、ただいまの順位がこんな感じでございます。6103位ですね。まあ本当はねこの無課金アカウントも1000位以内とか入れたらいいなとは思ってはいるんですが、まあなかなかちょっと時間も労力もかけられないかなっていう感じですね。はい、ということで2試合目のお相手はこんな感じ、千賀選手対決ですね。頑張っていきましょう。まあいろいろと長々とお話はしたんですけれども、実際どうですかね。まあこの今回このコメント欄にでちょっと皆さんの意見をね、まあ、聞いてみたいなというか、まあ どう思うのかなというのをちょっと聞いてみたいななんていうふうには思っているんですが、まあ、僕自身はまあ、このロボット審判の採用自体はすごいいいことかなというふうには思っています。ただまあ、その審判の方ももちろん人間なので、まあ多分ねその自分の仕事に当然プライドを持ってやられていると思うんですよ。その中でまあこの審判目線で考えた時に、まあ、そういったところってどうなのかなっていうのはちょっと気になるところではあるんですけれども、まあただ、まあ、野球界全体のことを考えるのであれば、まあこれ自体はねめちゃくちゃいい、まあなんて言ったらいいのかな、試みというかチャレンジになっているんじゃないかなというふうには思っています。でまあアメリカでね、最初にチャレンジが導入されて、その後日本にリクエストが来たように、おっとフォアボールを出してしまった。まあもしこれがねメジャーリーグで導入されたとかっていう形になったら、まあいつかね日本でも導入される、おっとコントロールが悪い可能性もね、まあ、あるのかなというふうに思うので、今これアメリカの独立リーグで導入されたというところで、そこまでなんかこう親近感ない方もね、まあ、いるのかなと、実際なんか現実見ないなと思ってる方もいるのかなと思うんですけど、まあ、実際そんな遠い話じゃないぞというところは、感じてます。というところではまあそうですね、もうボールストライクの判定って、まあ、もちろんその当然ながらアウトセーフに比べると、まあそうだな、なんか大きくこう、まあ、大きくその試合の展開を変えないと思われがちかもしれないんですけど、ただ例えばそうだな、まあ、2ストライク追い込まれてる状況で、まあ、際どいアウトローのボールがいったとして、それがボール判定されましたと、ただそれが実際は AI の判定だとストライクだったとして、でその次の球をね、まあ、そのピッチャーがホームランされたととかだったとしたら、まあ、その判定一つでね、まあ大きく結果が変わるわけじゃないですか。実際三振でチェンジだったかもしれないところが、まあボール判定になって結果ホームランになったと。まあそれは当然タラレバという話になっちゃうので、まあそこも打たれたピッチャーの問題だと言ってしまえばそれまでなのかもしれませんが、まあそうやって考えていくと、まあそれも含めて野球の醍醐味、おっとごめんなさい、まあそれも含めて野球の醍醐味という意見ももちろんわかりますし、僕自身もそういう意見も持っているんですが、ただまあね、そうやって大きくこう流れを変える可能性があるというふうに考えると、まあこれに関しては僕自身はまあ同意というか賛成というか、まあそんな意見に近いのかなというふうに思っています。まあ多分全体で意見を取ってみても、まあ多分賛成の意見が多いんじゃないかなというふうには思うんですけれども、
ただ逆に反対っていう方がどれぐらいいて、どれぐらいその反対の理由があるのかっていうところもちょっと気になるので、まあぜひですね、まあ賛成の方も反対の方も、まあ、とりあえず今回の動画で言いたいことはコメント欄にてコメントを書いてほしいというところでございました。いやーちょっと待って、やばいぞ。さあ動画内2連勝で終わりたいよ。ちょっとね、動画外でやった時に負けが込んできてしまって、負けが込んでって言っても3敗ぐらいかなした感じなので、ちょっと勝率が落ちちゃったんですよね。いやー見送るだー、最悪歩かしてもいいだー、取れる、よーしよかったー、よしオッケー、三塁線抜けていく。千賀選手のフォークはね、本当にまあ捉えるポイントが難しいですよね。実際本当にちゃんと捉えたと思ったらゴロになったりもするので、もう自分が思ってる以上にね、カーソル下に持っていくとちょうどいい、まあそれが本当に難しい。いやー縦スラ、そしてこの縦スラが落ちないんですよね。変化量に関してはやっぱりフォークが強すぎるので、縦スラも結構落ちるような錯覚に陥るんですけど、落ちないんだよな縦スラが。ちょっとボールだったな今のも。はい、ということで残念ながら点が取れない。てか今更ながら相手の方ソフトバンク純正ですね。最後まで目を離せないですよね。そうですよね。いやーなんかちょっと今日のこの千賀選手全然コントロールが効かないな。だー、スロースライダー打たれた。そういえば相手の方全然スライダー投げてないですよ。縦スラは投げてるけど、スロースライダーとか全然来ないな。同じピッチャーを使っても全然人によってやっぱ配球違いますね。あー、ちょっと甘いなー。取れないよねー。いやー、やばい。これはピンチ。ピッチャー変えたいんですけども、変えるピッチャーがね今いないんだよな。変えるぐらいなら多分千賀選手でご利用した方がいいんだよな。あとはローテーションを考えると、この S ランクの千賀選手を使ってる時はあんまり中継ぎが使えないんですよね。よし、よし、オッケー。高めから落ちないフォークをね投げる作戦がうまくはまってくれました。さあちょっとカットボール1球。よし、オッケー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 。そしてここでギータか。まあ敬遠もありだな。際どいところ行きつつ、カウント悪くなったら歩かしでも OK。 よし、振ってくれた、助かった、 OK。 まあ相手の方もちょっとギータで決めたいという意識もあったのかもしれないですね。よし、さあここで点取ってさよならしよう。さっきの試合でさよなら打った小林選手です。2試合連続さよならホームランになるか。おお、そこに来てスラーブだー。ちょっと待って気合が入りすぎた。トップに帰って、なんかちょっとストレート増えてきたな。さあ上位でも1、2、3番で点取ろう。1、2番で全然1点取れますからね、この打線なら。だー、中地のサヨナラホームランかー、いいところ、ボール、よし。いやー、カットボール、いやーもう一球来たか、同じところ。いやーうまいな、配球がいいですね相手の方もね。2試合目こんな長い試合になると思ってなかったけど、いやースタミナもちょっとしんどいか。よし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 。あーちょっと甘かったな今のも。させない、いやー先制された。甘い、それはちょっと甘かったけど助かった。よし、球数スタミナがもうだいぶやばい。よし、いやうまく流されたな。いや変えましょう、さすがにワンポイントリリーフいきます。対右だけどもう変えるしかない。ここはいやー能力えぐ、下げられるのえぐ。いや OK、いやー下へた、成功、リリーフ成功、オッケーオッケーオッケー。さあギーダー3番からです。いやー初球まっすぐ、初球結構まっすぐくんだよなー。かー2球連続きた。よし危ねえ、うわ4球連続まっすぐ、全然想像してなかった。いやーやばい、
はい、ということでございまして、最後2試合目はね、千賀対決、敗れてしまったんですけれども、まあ今回正直リアタイはそんなにメインではなかったので、まあ序盤でお話しさせていただいたロボット審判についてちょっと皆さんの意見をね、コメント欄にて書いていっていただければと思います。まあこのリアタイについても、まあちょっと今回おまけみたいな感じでやってましたけれども、まあできる限り頑張ってやっていきたいなと思います。でも5000位とかでもまあ報酬悪くなかったと思うので、まあできる限り順位目指して頑張っていきましょうというところで今回は終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひもこの動画良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。